をもっと楽しむために私たちはあなたと放送局の架け橋になります。 BPO 放送倫理番組向上機構です。ヘッバンガーズクラブ FMI 長期の皆さんこんばんは。本日までに、今のところツルビアガーデンです。自己紹介誰せーのアウトレジのタケシヤです。アジスタントの林由美香です。さて始まりました、メタラーによるメタラー&ノンメタラーのためのメタラー&ピースを掲げる土曜深夜の超絶メタルプログラムヘッドバンガーズクラブが今夜もスタートです。というわけで、はい、6月半ばついに自己紹介を忘れるタケさんもちろんねピエールさんもいらっしゃっておりますけれども、こんばんは。またいるのいや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 、あのこれからずっといるそうですあの 2.5 人編成みたいな感じでいくんですよねわかりました、はい、頑張っていきましょう。さてさて、ツービアガーデン、はい、2回ビアガーデン行ってきます。おー今のところ今のところ台本に丹下さん夏は好き苦手って書いてあるけど、はい、夏好きですよ。あ、好きなんですか。ビアガーデンの日焼けが苦手なイメージがあるんでいや日焼け苦手です、はい、でもビアガーデンが好きです。ビアガーデン、まあ、夏は好きというよりはビアガーデンが好きですそれお酒が好きなだけですはい、いや、まあ元は取るタイプですか。まあ取るっていうか、俺普通に居酒屋行って普通に飲むんだったらなんか例えば2時間いくらで飲み放題みたいなどこのが結局まあお安かったりする。そうですね、元は取れないだろうけども、うん、この間行ったところはね2時間で3000円、お安いですね。ガジョーレ、ガジョーレ、ああ、名前聞いたことある。ホタルが見える。おお、あ、もうそこは結婚式場でその屋上でビアガーデンやってるんだけど、150人ぐらいで満員になりそうな、ちっちゃいだろ、小さな、だからファミリーが、近所住んでるファミリーが子供連れてきてるみたいな、そういうところで、メガ上演っていうところで、その結婚式場のところに、なんか庭みたいなのあって、庭にホタルが来る、それ真っ暗にしちゃって、ホタル見える、いいですね、ビアガーデンから見えないんだけど。さて続きまして、ね、先週ですね紹介しきれなかったメールがあるのでご紹介していきましょうね。妻の話はまたお話をとしてはい紹介しますね。北区のハイカンセンさんからいただきました。ヘッドバンガーズクラブ名古屋発のメタル番組あっぱれ、全国の人々に聞いてほしいですね。楽しいです。メタルの視点が変わってるのもツボ、ただもっと曲かけてほしいかなといただきましたちょついつい喋りすぎてしまうんですよ ね、 そうね、うん、面白いですからねメタルの世界って、うん、はい、さあさあ続いて長久手市の陽子さんからいただいております、はい、ありがとうございます。はい、先日尾張メタルフェスに参戦いたしました。会場転換中にまさかのユナイテッド、愛のある方々で作られているのだなぁと少し感動しました。今後も楽しみに聞いていますといただきましたが、メッセージありがとうございます。さて今夜の1曲目なんですが、今日でちょうど1ヶ月になるんですね。まあユナイテッドね、まあ俺はもうすごい長い付き合いなんだけども、はい、まあベーシストのね 横山さん、まあ俺横ちゃん横ちゃんっていうの、横ちゃん、もう亡くなりになりましたね。はい、そうですね。では早速ね曲の方を聴いていただきましょうか。丹下さん曲紹介お願いします。はい、聴いてください。ユナイテッドのスナイパー、right up.
けしているのはユナイテッドでスナイパーです。こちらですね、先ほど丹下さんも話しておりましたが、横山さん、横山明宏さん、今日ね49歳ということで、ちょうど1ヶ月前にお亡くなりになったんですよね、はい、いや丹下さん、こちらユナイテッドの方と面識は、もうあのライブもね何回もやったことあるし、一緒にツアーしたりもいましたしね、もう本当になんか、まあ、ライバルってことで、まあ、本当同年代のね、スラッシュメタルバンドなんで、ライバル精神みたいなのもあったっちゃったけど、でもやっぱり音楽仲間みたいなね、そういう感じで、お付き合いさせてもらってました。なるほど、まあ、戦友と言ってはなんですけれども、そういった、まあ、とにかくね、まあまあ、49歳若いから残念としか言いようがないけども、でもあの、お通夜に行かせてもらいましたけど、はい、ものすごいたくさんの人がね、集まってきて、まあ、この横ちゃんのね、あの性格、まあ、人懐っこいというかね、どんな人から愛されてるんだなっていうのは、まあ、つくづく感じました。なるほど、そんな、ね、横山さんですけれども、今日の49歳ということでお悔やみ申し上げます。そんな今夜のヘッドバンガーズクラブ、ユナイテッドはもちろんですが、アウトレンジ、そしてラウドですなどなど、歴史が築いた DNA を受け継ぐジャパニーズスピリットを持ったバンドを大特集していきます、はい、皆さんぜひぜひお楽しみに。ヘッドバンガーズクラブ、ここでスーパーギターショップビッグボス名古屋からのお知らせです。ビッグボス名古屋ではギター&ベース各種を豊富に取り揃えています。初心者の方からプロ志向の方まで、名古屋大須赤門交差点東側、皆様のご来店お待ちしております。ヘッドバンガーズクラブ、すごいぞ日本人、ゴールドレインよなんですかこの空気、先週に引き続きなんでヨーポンかよくわからない、ね、私もわかんないんですよ、魔法がかかってるのかな、さあ、そうですね、エコもかかってましたね、綺麗にね。さてさて、番組でもねちょいちょい取り上げられております、愛知県は名古屋を中心に結成されたバンド、コールドレイン、ボーカルマサトさん、そしてギターは YKC さん、ギターの杉さん、こちらはツインギターですかね、はい、ベースのりょうさん、ドラムの勝間さん、はい、こちらの 1,2,3,4,5 人で結成されております。なんと今年バレットフォーマイバレンタインが、失礼しました、今年バレットフォーマイバレンタインとのヨーロッパツアーを経て、イギリス最大級のメタルロックフェス、ダウンロードフェス2014に出演、来週18日にはニューミニアルバム Until the End をリリース、もちろん夏には日本のフェスにも出演が決定しているそうです。ちなみに今月24日にはゼップ名古屋でライブだそうです。さてさて、ご紹介してきましたが、ちょっと気になったんですが、はい、ダウンロードフェスって一体何なんですか。まあ、ダウンロードフェスってね、イギリスでずっとやってる、もともとはモンスターズロックっていうやつなんだけど、ものすごい、まあ、メタル系ハードロック系のね、まあ、バンドがたくさん出る、まあ、超有名なフェスですね。すごいんですか。まあ、80年ぐらいからやってるのかな。おだからもう30何年続いてるフェスです。名前は変わっちゃったもんね。うん、歴史は古い、それに出るっていうのはすごい、すごいなと、本当にすごいことだと思います。タケさん、ちなみにこのコールドレインさんたちとの、はい、面識みたいなのあるんですか。まあ、知ってるも何もね、もうあのライブも一緒にやったことありますし、はあ、もう彼らとはもう、あの古い仲です。深い仲だということで、ね、写真の方見ましたけど、イケメンですね、イケメン集団の方々が、ね、うん、はあ、イケメンです、イケメン。いやー、これからの活躍も楽しみのバンドだという感じ。まあ、すごいぞ日本人というのは、すごいぞ名古屋人みたいなね。あ、そうですね、うん、名古屋初ですからね、うん、すごいぞ名古屋、うん、名古屋県民すごいぞ、あ、名古屋県民、名古屋名古屋市民すごいぞ、はい、はい、コールドレインすごいですね。ではそんなコールドレインの楽曲、一曲紹介してもらいましょう。タゲさんお願いします。コールドレインの Aware and Wake。You can't take me, you can't break me.
お届けしているのはコールドレインでアウェア&アウェイクです。さて続いていきましょう。すごいぞ日本人。続いてはファクトーよー釣られましたね俺も釣られましたね。今回3人に魔法がかかったようですけどね私びっくりしました。てっきりまた私が放置されるのではないかと恐怖を抱いておりましたが、いやなんかもうその快感を感じてくるようになりましたよ。そうだね。いや皆さんのたところでご紹介しましょう、うん、ファクト。1999年東京で結成されたバンドです。2005年にファーストアルバムをリリース。日本での活動を続けながら海外アーティストの日本公演を担当するなど活動を経て2008年後のアメリカマネージャーとなる人物と出会い、アメリカでのレコーディングを開始。2009年にリリースされたファクト・オブ・ライフが全米で話題となって、日本へ逆輸入される形で一躍スターになったそうです。デビュー当初は顔を能面で隠す写真で知る方も多いのではないでしょうか。2012年にはイギリス人のギター兼ボーカルアダムさんをメンバーに加えて、なんと6人編成で世界を股にかけて活動しているそうです。現在日本ツアー真っ最中ということなんですけれども、ハーさんこれ知ってたのよね。ファクト、そうなんですよ。はい、能面のね、はい、能面のね、能面の、はい、この能面の顔をバイトをしてる時にバイトの人たちと一緒に真似して遊んでたっていう。どんな顔ですか？こういう顔です見て見てファクトみたいな後で写真やめてくださいよこんなん店長にバレたら怒られますってまあね、こんな話はそうですね、店長どころかファクトに怒られますいやね、それは置いといて、はい、このファクトなんですけれども逆輸入バンドで有名なんですね。うん、俺もねあんまりそんなに詳しくないけど、うん、向こうで普通に活動してるっていうのは聞いたことありますね。お、海外が、まあ、基盤になったっていうか、だからもうワールドワイドで普通にもう日本のバンドって一時いらないんじゃないですかね。お、そうなんですか。うん、もうファクトファクトで世界中普通にやってて、まあ、日本に帰ってきて日本でライブやるっていうことじゃないですか。ああ、そうだ、私 PV PV チェックしましょう。チェックしたんですけどまあ、まあ流れを組むとですね、まあそれでチェックしたんですよ、収録前に。私何も知らずに見たんですけど、あ、もう2度3度どころじゃありません。何回も騙されるんですよね。どっからどこまでが PV かが分かんなくなっちゃうんですよ。いや、あれは衝撃受けませんでした、丹下さん。どうやって作るのね、あれね。面白いよね。面白い、面白い。いくらぐらいかかってんだろう、あんな。しかしでもこれって普通にテレビで見てこういう風になるわけじゃないのね。そうなのかな、パソコンで見とったらびっくりするよね。うん、パソコンで見ない、なんかパソコンじゃないと見られなくて、うん、しかも選ばれしパソコンじゃないと見られないそうですよ、うん、ちょっとなんか、うん、うん、初めてですね、こういうの。まあ、他にも例があるのかもしれないけど、自分が見たのは初めてですね。ですね、かなりトリッキーな PV だったんですけれども、うん、ここでじゃあ丹下さん曲紹介をお願いします。ファクトでディスクロージャー。
けしているのはファクトでディスクロージャーです。いやね、こちらのファクトもぜひぜひチェックしていただきたいんですけれども、はい、6人編成、6人編成大変ですよね、うん、ライブなんて本当に、まあ、ギター3人だもんね。ですよね。それにベースにボーカルということで、うん、かなり大所帯な感じなんですけど、どうします、あのアウトレイジギターが2人になって、2人増えたら、まあ今以上人増えるとうるさいからね。っていうか俺手伝わないよ。めんどくさいよね、うん、機材もたくさんで、うん、ピエールさんからね、もう許さないよって出てましたけど、NG が出ましたけれどもね。さてさて、この後ね、お知らせを挟んでまだまだ続きまーす。はい、ヘッバンガーズクラブ。会社ユーリムズはお客様の幅広いニーズにお応えするため、他社にはない真の意味での危機管理安全対策を構築します。常に最良の方向性、最新のスタイル、最大の安心を提供していく警備会社、それが株式会社ユーリムズです。以上、ユーリムズからのお知らせでした。ヘッバンガーズクラブ、すごいぞ日本人佐野さん、クロスベース、よーっ。間抜けすぎる。これとなりましたけれど。さて、その3、クロスフェイスご紹介しましょう。2006年大阪で結成された、ボーカル、ギター、プログラマー、ベース、ドラム、5人編成のバンドです。なんと平均年齢わずか18歳の頃にファーストアルバムをリリースしたそうです。高校生かな、18歳、うん、なると若いですね。国内外のバンドはもちろん、海外のバンドとの共演を経て2009年には国内最大級のメタルの祭典ラウドパークへ出演。海外の大手プロモーターと契約し、2011年頃から本格的に海外でのライブ活動をスタート。アジア、ヨーロッパ、アメリカでのツアーを経て確固たる地位を確立したそうです。イギリスの音楽雑誌では10年に一度の衝撃と絶賛されるなど、今注目のバンドだそうですよ。前に紹介したコールドレイン同様、ダウンロードフェスへの出演も決まっているそうです。おー、読めた。ね、もう本当にすごいですね。私気になったのが、プログラマーっていう立ち位置があるんですね。まあ、こうやってパソコン使って、ね、多分音出したりとか、おー、うん、ピエールさんみたいな感じですかね。そう、うん、ポンと押してなんかできるね。そうね、できようですね。できよう、できる男、できよう。おー、なるほど。こちらも海外で基盤を作ったバンドなんだそうですね。まあ今のもうね、若い人たちっていうのは、はい、やっぱごく普通に海外でね、やったりしてるのはね、時代が違うかなっていう、なんか俺からすると時代はそういう時代になったんだなっていう感じがしますね。おー、なるほど。やっぱ丹下さんから見て、その今のその若い子たちっていうのは羨ましく映るんですか、それとも。いや、まあ羨ましくも映るけども、もうそれは仕方がないことというやね、羨ましくて別に俺、うん、じゃあね、後から生まれていくわけにいかんしね、もう生まれちゃってるし。でもやっぱもう全てが変わってると思う。あの、例えばもう音楽の基準が違うね。例えば今の海外のバンドを聴いて育ってる人と、俺たちみたいに80年代の、まあ、音楽を聴いて影響を受けて、バンド始めた人の、なんかレベルの違いというかね、レベルってなんか、例えば技術なんかだったら明らかに違うし、そうですね、楽器も明らかに違うし、あとは例えば、まあ、YouTube で映像が見えちゃったりとか、ライブの時にね、海外の画像がこうパッと見えちゃったりするっていうと、やっぱ情報量が、そうですね、圧倒的な違いはありますよね、はい、そしてインターネットの時代なんで、自分たちのアプローチも反対に簡単にできる。PV 撮ったものをインターネットに当てれば、向こうから海外の人たちが、まあ、日本のヘビーメタルバンドって調べて見て、おー、かっこいいじゃないかっていうことがいいですね。すごいなと思うのと、やっぱあの刺激も受けますね。なるほど、はい、いやーね、先駆者ならではの意見も、こういったね意見もあるんでしょうね。なるほど。それではここでその3、クロスフェイスの楽曲を紹介していただきましょう。丹下さん、お願いします。それでは聴いてください。クロスフェイスのイエガーソング。
のはクロスフェイスでイエガーボムです。スタンドさん、ちょっと小耳に挟んだんですが、はい、なんかドラムの方がやばいそうですね。まあ、アクションがね、なんかすごい、うん、もうライブ見たんですけども、はい、アクションが派手なんですよね。で派手なんだけどもやっぱり演奏は崩さない、うんうん、ものすごいちょっとありえないようなア、うん、まあ、クロバチックとかなんというか、ね、うん、そういう、まあ、こう振りをするんだけども、はい、それでも演奏はしっかりしたままっていうね、はい、うん、器用だなと思いながら見てましたね。え、タネさんどんな感じなんですか、ちょっとやってみてもらえますか。いや俺にはできない。なぜなら俺は文通の時代の人だから。いや なんでそのとこで詰めるんですか。文通の時代だもん。文通の時代、うん、そのクロスフェイスのドラムのようにやれない。回転する人もいました。いや、まあ、それは洗濯機の間違いではないですよね。洗濯機は回転するけども、ドラムセット自体がぐる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 回るんですよ。そういう人がいたんです。はい、モトリクルーのトミー・リーって人が、まあ、メタル界で、まあ、ガンスと言っていいかな、はい、もうすぐ派手な、はい、もうドラムセットも派手なのに、はい、ドラム自体が、うん、こう回ったりこう回ったり、だからドラマーそのトミー・リーさんは、はい、落ちないように、はい、ベルトで椅子にくくりつけられた。あ、待ってください、くるくるドラム その大きいバスドラが回ってるとかじゃなくて、台座が回ってるとかじゃなくて、もうドラム180度360度回転してる、ぐる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 回るんです。で落ちないようにベルトしたままドラムソロをやり続ける。いやー、世界にはさまざまな偉人がいるんですね、はい、私今夜も勉強になりました。お届けしてきました今夜のヘッドバンガーズクラブエンディングです。いかがでしたでしょうか。いや、もう今日はあっという間ですね。そうですね、 2.5 人編成、はい、2.5 人編成であっという間の、はい、ヘッドバンガーズクラブ、これからずっと 2.5 人編成ですか。いや逃がしませんよ。はい、さてさて、日本人特集の方もしましたけれども、やっぱり若手の方々も頑張っていらっしゃるんですね。うん、タネさんもこれから楽しみですね。俺はね、もう文通の人だから、ね、それどこまで引っ張りますか。文通の人だからもうどんどん終わっていく方向で。いやいや、収録始まって1年以上経ちますが、さあね、ここに来てなんと林とタネさんの喧嘩が始まるかもしれません。林は菓子折りを持ってこの後お詫びに行こうと思います。いや、確かに文通の人ですよ。まあでもね、雑誌の後ろの方に文通しませんかみたいな、そういう書いてあるみたいな。みんな文通しましょうよ。そうですよ、文通しましょうよ。何の話。メールの宛先は郵便番号メタルアットマーク FMA.CO.JP METAL アットマーク FMA.CO.JP まで文通待っているでござる。もしくはフェイスブックのページコメント欄までお願いいたしたくそろ。ぜひチェックしてみてくだされ。それではエンディング恒例の今夜の短編よろしくお願いします。はい、今日はですね、俺は本当、まあ、もちろんコールドレインや、クロスフェイスやファットの人たちも素晴らしいと思うけど、はい、俺本当に素晴らしいと思ってる。サバト、サバト、俺と同じ年代の、まあ、メタルバンドで、海外行ってフェスや、ロックバーとか行くと、俺が、日本から来たって言うと、サバト知ってるかみんな言うんですよ。もうアンダーグラウンドでもうヒーローです。もうやっぱオーバーグラウンドにはなってないけども、でもアンダーグラウンドで、ロックバー行くようなファンの人たちは、日本に来たらサバト、サバト、はい、そのサバト聞いてもらいましょう。ブラックファイヤー。ここまでのお相手はアシスタントの林文香と、アウトレイジのタネシアでした。激アツプンプンメタルな週末を、バイバーイ。激アツプンプンメタルって何ですか。
FM Aichi Safety Drivers Campaign 2014 Do Safety Do Safety First Stage エントリー受付中。100日間無事故無違反コンテスト、達成した方の中から抽選でクオカード1万円分などプレゼント。エントリーは今すぐ FM Aichi ウェブサイトの Do Safety ページまで。 Facebook、Twitter も展開中。みんなで Do Safety の輪を広げよう。サッカー日本代表の戦いがついに始まる。 2014FIFA ワールドカップ実況中継、コートジボワール対日本は6月15日日曜日午前9時40分からお聞きのラジオ局で。ミサワホーム2時です。